桜見駅、桜見駅は、宮城県仙台市青葉区桜見朝町の沢にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本仙山線の駅である。仙台方面からの普通列車の一部が当駅で、折り返す。桜見駅は、仙山島線の延長によって1931年、昭和6年8月30日に開業した。開業当時の桜見駅は、 戦山島線の終端駅だった。この駅の設置には、岩礁旅館の主で、県会議員でもあった、岩松井之助が、関わっていたと言われる。この当時、駅の周辺には、人家が3軒しかなかった。駅の設置をきっかけに、鉄道職員の住居が作られるなどして、集落が形成された。仙台と山形からそれぞれ線路が伸びる形で、建設された仙山線は、 1937年、昭和12年11月10日に全線開通した。宮城県と山形県の県境には、大雨山脈を横断するための千山トンネルが建設された。千山トンネルは、総延長5361メートルを誇るトンネルである。この中で、機関士が蒸気機関車の煙で辛い思いをしないように、千山トンネルを含む桜見駅から、 山寺駅の区間は、初めから直流電化で建設れ、電気機関車がここを走ることになった。仙山線の全線開通と同時に、佐久並駅には、機関車の車両基地が設けられた。佐久並駅に置かれた機関車の車両基地は、当初は仙台機関区佐久並機関宿といった。これは、合計40名余りの組織であり、東京や、 水上の機関区で学んだ22名が中核となった。車両については直流用の ED19 系電気、機関車4両がここに配置された。桜並機関宿は1947年、昭和22年に本区として独立して、桜並機関区となった。1950年代に仙山線の北、仙台駅から、 桜見駅の区間が交流電化の試験路線となり、桜見機関区には交流用機関車の ED44 型、ED45 型が配置され、各種の試験の供された。1960年、昭和35年8月20日、桜見に沈山線管理所が置かれ、桜見機関区は沈山線管理所車両課となった。管理所制度は地方線区の実情にあった。 路線経営を目指すために、国鉄が1956年、昭和31年に起こした制度である。仙山線管理所は、国鉄仙台鉄道管理局の中では6番目に、発足した管理所で270名余りの人員がここに所属した。仙山線管理所は、経営改善のほかに、鉄道施設への落石や雪崩の防止に取り組み、列車の安全運行を目指した。 仙山線管理所は1968年昭和43年9月に廃止されることになり、これに伴って研修要員は長町機関区へ、その他の人員は仙台運転所へ移動した。所属していた機関車はよその基地へ転属するか廃車となった。これはちょうど仙山線全線が交流電化に統一された時期に当たった。蒸気以外で、 作波に所属した機関車としては ED14 型、ED17 型、ED37 系、ED29 系、ED60 系、ED93 系、ED77 系があった。作波駅にはかつて使用されていた転車台の移行が残っている。この転車台は仙台から列車を牽引してきた蒸気機関車が向きを変えるための下地式転車台である。 下地式なのは、雨水の自然排水には限度があり深くできないことと、北側斜面の地山が近いため地盤が固く掘りにくいことが原因と考えられている。長さは約18メートル、幅は3メートル、高さは4メートルである。鉄骨が錆びており、運転台が壊れている。それでも取り囲む円形機場を含めば大体当時の形を留めている。 1960年代後半、全線電化と蒸気機関車の廃止で、転車台は使われなくなり、作並駅では土砂に埋められていた。しかし2014年、平成26年に、市民団体、関山街道フォーラム協議会が委員会設立し、同年3月にこれを掘り起こした。JR 仙山線には、作並駅の他に、山寺駅にも転車台の移行がある。 これは山形から来た機関車の向きを変えるものだった。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。互いのホームは仙台方の構内踏切で連絡している。仙台方には佐久並機関区の名残の機関庫があり、現在は保線基地として活用されている。また、電車台の移行がある線路の南側に、 木造駅舎があり、出入り口は、この一箇所である。ホームから駅舎への降り口に、作並小消市の大きな模型と、交流電化発祥の石踏みがある。この石碑は、当時の機関区長が、コツコツと自作したものであるという。愛光駅管理の簡易宅駅、作並観光案内所受宅で、日中のみ案内所の係員が配置される。乗車駅証明書発行機、窓口、 ポス端末設置、簡易水化改札機設置。かつては急行、紅花の前いで使われていた列車の夜間対白が設定されていた。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。1960年代前半が400人台で最も多かったが、1960年代後半から急激に減少し、 1993年度には88人にまで落ち込んだ。翌年に233人になり、以後200人台から100人台で推移している。駅の北は山で、駅前から南に、ごく短い宮城県道133号、桜見停車場線を経て、国道48号に通じる。周辺は、桜見地区の中心で、住宅が集まるが、商店街はない。 江戸時代に、作波村の中心だった宿場は、広瀬川沿いの上流方向にあった。作波温泉は、さらに上流、駅から北西へ、約2トル離れたところにある。下流方向、東に目立つ山は、鎌倉山である。ゴリラ山の愛称は、この方面から見上げた両線が、ゴリラの横顔に似ているためについた。山のふもとを通り過ぎたところ、駅から東に、 1> 約1 5トルのところに、日華ウイスキー、仙台工場、宮城京上流所がある。作見温泉へは、国道48号沿いに、作見駅前停留所があり、仙台市営バス、作見温泉業が1時間に1本運行。駅前の、作見駅停留所からは、八つ森、白沢車庫業のみ発車する。かつては、 作波駅バス停を経由しての作波温泉業も設定されていたが、旅館の送迎バスが列車発着時に運行しているために廃止になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。